心してご覧ください。どうもポンシラだ。俺は今な、なんだか知らないけどすごく中距離打撃がしたい気分なんだ。だから今回はこんな感じのパーティーで上さん固定選出で中距離打撃をしまくっていこうと思う。これから当たる方はどうか許してください。本当に申し訳ないです。でもこれも動画のためなんです。一回はやってみたく。それではやっていくぜ。まあ中距離打撃といったらこのケフラが一番記憶に残っているからな。さあ来たな。お相手さんは髪の毛パーティーに復活フリーザをピン刺ししている。さあよろしく行くぜ。中距離行けば、中距離行け。ここは悪の手、ここはガジフォーに変えていこうじゃないか。あよし中距離行くぞ。いや聞いた聞いた。このベジータ様の力を難しいな中距離打撃。なんだお前は、危ないだろ。中距離行くぞ。カラチェンかしカラチェンしてこないのかお前は。相手が変えたら僕も変えようじゃないか。変えてくれ。痛いから変える。無理すんなよ。痛い。はい。いやそれはやめてくれ。身勝手に対してどうやって中距離すればいいんだ。一旦ちょっとそのユニーク形状削ってから。削ぞ。もう一回中距離行くぞ。タックルマザー行って、中距離ここだ。今度はこっちから行って。行けゴジフォー。グバン。帰ってきてるか。ここは投げキャンをフローじゃないか。タックル回避行って、ここは中距離行っちゃおう。よし入った。今度は貴様にも見えるように。ここは究極まで打っていくぞ。終わりだぜ。行け。よし最強だ。もう一回中距離行っちゃうよ。入ったぞ。よしナイス特殊だ。ここは必殺まで打っていこうじゃないか。ビッグバン。すいません、惜しい。やめてくれやめてくれやめてくれ。うわ中距離中距離タックルいくぞ。回避して、よし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 。相手は中距離打撃を待っていたな。ここはこの私に。なんだそれは、後付きあるんじゃないのか。なんか入ったぞ。よし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 。降参だ。大勢ありがとうございました。バカだ。さあ来たな。次のお相手さんは紫染めだ。よしよろしくお願いします。今回回避しよう。中距離行くよ。中距離行く。あいそこ取られた。まあ仕方がない。ここはゴジータ4に変えていこう。まずは単発を出して、うん中距離行くよ。んな中距離、お前お前やめろよ中距離。やめてくれた。なんていい方なんだ。この人には中距離したくない。どうしようどうしよう。俺の善意が、あ回避が聞かれた。死ぬぞお前。この人言い方すぎる。どうしよう。いやでも俺は行くぞ。中距離打撃ここだ。あ行っちゃった。あっちゃか。噛み合ったぞ。少し本気を見せてやる。行け。おら覚悟しよう。行くんだゴジータ。おらよし飛ばした。ここはやめてくれ。ここはどうしよう。メインを切っちゃおうか。お相手さんもメインを切ってくれ。俺も中距離行くよ。これここだ。なんだこのゴミみたいな行動は。よしよし、まあここでライジングを打ってくるならいいだろう。読め読んじゃった。これは中距離行くぞ。おら遠距離になった。跳ねてから通常だ。
偉すぎる。ここは遠距離の方がいいな。相手は究極を持っているから遠距離します。よし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 。ここは、いや必殺でいいだろう。究極では落とせないからな。ここは単発を出そうじゃないか。跳ねて跳ねて跳ねて、中距離中距離行ったら絶対最速取られる。ここだ。射撃を打とう。うますぎるお相手さん。打撃は分かるぞ。これは中距離打撃だからな。いやいや、やられた。うまいなお相手さん。ただ火力が足りないんじゃないか。打撃覚えよう。相手は99に帰ってくる。ここで中距離打撃をするぞ。よし行くぞ。ここだ。速圧。よし入った。いけ。いやギリギリ帰ってくるな。これ帰ってこなかった。いやここはタックル行くぞ。よし避けたのを確認してライジングだ。よし行こう。よし僕の勝つだ。あはは。ごめんなさい。最強の、なんか中距離打撃しかしてないのに2連勝してしまっている。なんでだこれは。さあ来たなお相手さんは。なんだこれ、サイヤ、なんだなんだこれ、サイヤパーティーか。まあどっちにしても色は刺さってる。待て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 、太陽剣。お前がいたら中距離打撃ができないだろうが。タックル回避って、ここはずらすぞ。中距離行くぞ。おら最速を取られた。まあ最初の最速はしょうがない。それはウルゴジで受けるぞ。こいつはまずユニークゲージを消化させなければ。単発で止めて、よしこれで楽だった。中距離、お前も中距離かよ。ドカバキこれ確定で負けるし。捕まえたぞ。もう何やってるんだ。これはしっかりカバチェンしていこうじゃないか。単発を出して、単発出して跳ねて、ここ中距離いけないんだって。お前強いんだって。打撃キャン振って、打撃キャン打撃いくぞ。ほら、いやー入った。ここは射撃からつなげて、ここは前ダッシュでいこう。よしここで外すぞ俺は。噛み合い狙います。跳ねないか、やるな。かかってか、スイッチ。ここはしっかり単発で抑えて、中距離、中距離が入っていく。ここはライジングが、よしライジングが溜まった。これは行こうじゃないか。消し飛べ。ここはメインや特殊も少し怖いが、まあタックル回避でいいじゃろう。オラが相手だ。よし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 、こいつではさすがに中距離できないな。まず回避をしてから。回避圧はしてない。中距離、うわーやられた。なんだこの手札は。ゴミみてえな手札だな。まあこれはしょうがない。手札を捨てるとしよう。お相手さんはライジングを打たないとケフラは飛ばせないぞ。いけ。じゃあ勘弁してくれ。勘弁して。もう止まって、その辺でいいじゃろ。よしよしよし、中距離行くぞ。ここだ。よし中距離打撃が入る。ここは究極で気絶を狙っていこうじゃないか。ほらミスか。まあしょうがない。ここはそんな近づく気はないぞ。打撃キャン振って、うまいじゃないか。なミスった。カバチェン無効だった。そういえば、まあしょうがない。ゴジータ4も捨てようじゃないか。まあウルゴジ以外のやつにライジングを使わせたと考えればいいじゃろう。ここは即射撃いくぞ。いや身勝手が強い。これは身勝手が強い。打撃キャン打撃いくぞ。行くぞ俺は打撃キャン打撃。ここだ。もう一回打撃キャン打撃。ここだ。よし
身勝手が強い。これはここは射撃行こうじゃない、即圧だ。やめてくれやめてくれ、もう必殺ぶっぱするぞ俺は。よし入った、遠距離行っちゃうよ。でもこれは究極が究極が入るはず。ほら行け、よーし。これで有利属性だ。俺が相手だ。行くぞ。なんだそれは。でもバフ消しはできたぞ。これでお前は俺のことをもう削ることができない。やめてくれ。その辺にしとけ。タックルから行くぞ。これはユニークゲージに突っ込むようなバカではない。突っ込んでしまったバカだった。ここは回復もしたいから射撃も撃っちゃおう。なんか入った。大戦ありがとうございました。なんで3連勝してるんだ、こんなゴミみたいなプレーで。さあ来たな、最後のお相手さんは劇場版パーティーだ。やばいやばい、このゴジータブルーとかいうやつ絶対に中距離打撃はしていけないからだ。でも俺はどうしよう、よろしく、中距離行っちゃうよ。最速を取ら、なんでお前は速圧を打たなかった、確定だったのだぞ。まあここはルゴジで必殺を打っていこうじゃないか。よし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 、手札破棄をしたぞ。お前は今特殊を持っていない、そう踏んだ。俺は中距離行くぞ。ずらす、回避回避か、やるじゃないか。ここは跳ねたのを確認してカバチェンをしていこう。メインが来るはずだ。よしよしよし、特殊も来るかな。射撃を撃とうじゃないか。ここは中距離行くよ。ここだ。なんで今単発が出なかった、おかしいぞ俺の端末。お祈り行っちゃいたいぞ、お祈りお祈り行く。よし、なそうだった、俺はなんてバカなんだ。必殺か、なんだ、何が来る。負け札で受けようじゃないか。勘弁してくれ。まあここは特殊を切ろう。中距離行くぞ。行かない、俺の最強の中距離打撃が効かないぞこいつ。いや聞いた聞いた、ライジングかぶせようじゃないか。まあこいつでいい。なんでこんな噛み合うんだお前とは、気が合うじゃないか。どうしようか。これはまあこのまま受けよう。ダメだ、いけ、中距離だけ。だぞ、よし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 、ここ噛み合い狙うぞ。よしライジングだ。ここ相手はメインないからタックル回避いくぞ。よし跳ねて、相手が中距離打撃だと、それは誤算だな。ここは、このまま殴っていくか、必殺で締めていくぜ。相手はゴジブルー系。さあここの手札破棄が最強だ、中距離いっちゃうよ。はい行くよ、即圧じゃろ。お前のことはもう捕まえた。よし、あとはお前だけだ。復活ご飯、中距離行くぞ。よっしゃ、まあ仕方がない、これは回避を使わせた。まあこれはこのまま受けていこうじゃないか。もうお前はな、え何をしているんだ。まあそのくらいしか勝ち筋はなかったのだろう。対戦ありがとうございました。なんで4連勝もできんねんこれで。ということで今回は中距離打撃しまくっていきました。まず対戦していただいた4名の方、本当に申し訳ございませんでした。なんか本当にクソゴミみたいなプレイしかしてないんですけど、勝てちゃったのが不思議すぎますね。まあゲームのプレイの仕方は自由なので、どんなプレイをしても全然いいと思うんですけど、PVP で勝ちたいという方はあまり中距離打撃はしないようにしましょう。それでは今回はこのくらいで終わります。では